ただいて、はい、表と裏と両面ありますので、はい、選んでいただいて丸付けお願いいたします、はい、はい、でこちら選んでいただいたものを元にデコレーションになっていきますので。なるほど、じゃあ逆算していかないとダメですね。一応この作業の後に皆様こちら選んでいただいた形を見ながらデザインも変えていただいたりするので迷っていただいて大丈夫なので。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。では次にまた確認か、形の確認してもいいですか、はい、選んでもらった形が、はい、ハートですね。こちらお絵描きメモを使って、はい、デザインです。設計図お願いしてます。どうしてもアイスに飾っていくので時間が少し限られてきますので、はい、あらかじめのイメージですね。なるほど、お願いしてます。はい、だいたいこんな、ありがとうございます。なんかこういうみんな群がるような食べたいよってそうですね、なるようなぜひそちらで頑張ってください。はい、はいはい、じゃあすいません、こちらは置いておいていただいていいので、はい、すいません、あちらで手洗いお願いします。かしこまりました。はい、アンチお席の感謝が、はい、そして隣チョコの中に全部入れていただきます。はい、はい、そして持ち上げてください。ここから20秒お待ちください。15、16、17、18、19、20、はい、では今から5分間ですね、はい、皆さんが食べたくなるような、はいはい、アイスバーですね。お願いします、はい、スタートしてきます。はい、おめでとうございます。はい、すいません、じゃあ箱詰めご案内していきます。はい、ありがとうございます。はい、お失礼します、置いといていただいているので、はい、こちらですね、冷凍庫体験ご案内していきます。だからマイナス20度の世界、冷凍庫体験ご案内です。はい、この温度アイスにとって最適な温度です。実際に入っていただいて寒さ体感をしていただいてます。ひとまず皆さんも入っていただいた後10秒ぐらいドア閉めさせていただいてますので、はい、お願いします。ゆっくりめの10秒でいきますか。あ、全然、はい、全然いいですか。何分ですか、すごいです。全然全然、はい、じゃあ段差になってます。はい、気をつけてお進みください。中にお願いします。あ、気持ちいいわ。あ、気持ちいい。あ、最高やな、最高や、ほんま。ありがとうございました。なんかこれマイナス20度なんですね。そうですね、結構なんか常温って感じしました。また出ていきました。出ていきました。じゃあ次はもうちょっと長めでお願いしますね。あ、次はね、また機会あれば。はい、お願いします、はい。
ちゃ文字上手じゃないですか。ね。すごい。また来ます。はい。また来ます。ありがとうございます。